こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では2021年冬のトレンドアイテムベスト5というテーマで皆さんに動画をお届けしてみたいなというふうに思ってます。まあ、おそらくですね、多くの男性にとって今年どんな服が流行っているのか、なかなかですねイメージがつかない方が多いんじゃないのかなと思うんですね。というのも、流行というのはですね、以前は結構わかりやすかったんですね。まあ、雑誌だとかテレビだとか、そういったメディアで話題になっていたりするので、割とですね、今年はこれが流行ってるというのがわかりやすかったんですが、まあ、最近はですね、メディアも分散してますよね。まあ、雑誌もあれば SNS もあって、まあ、様々なですね、媒体がある中で、ジャンルもですね、かなり細分化されているので、今年のトレンドといえばこれだっていうような、わかりやすい流行って最近は起こりづらいのかなというふうに思っています。しかもですね、まあ、流行というのも年代によってまたちょっと違いがありまして、10代、20代の男性と僕ら30代ですとか40代以降の男性の流行というのはまた微妙に変わったりするものなんですね。ですので今回僕のチャンネルでは大人の男性のここ数年トレンドとして割とですね、よく見るようになったアイテムを皆さんにご紹介したいなと思ってます。もう時代の最先端の流行というよりは、お店に並んである商品レベルで、最近こういったものがトレンド的だなとか、この数年で割と多くなってきたよねというものをですね、皆さんと一緒にシェアしたいなと思っていますので、ぜひ最後までお楽しみいただければなというふうに思ってます。まあ、なるべくですね、今回ご紹介するものは、僕の実物をですね、ご紹介する形でお見せしたいなと思ってますので、まあ、こちらにずらりと並んでいるわけなんですが、まあ、実際に着たりしながらですね、まあ、どういった形で使っていけばいいのか、このあたりまでですね、しっかりと言及していきたいなと思ってますので、ぜひお楽しみいただければなと思ってます。こちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本ですね、なるべくわかりやすく解説をしています。もう少し中級者向けのアイテムですとかコーディネートに関しましては、僕のですね、もう一つ運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方で解説をしています。このチャンネルはですね、週に4本ぐらいのペースで1回あたりですね、20分から30分ぐらいの大ボリュームでファッションについてラフにお話をしてますので、気になる方はですね、こちらの動画の下の概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらの方からチェックをしていただければなというふうに思っています。それでは早速行ってみましょう。はい、ということでここからですね、具体的なアイテムについて解説をしたいなと思ってるんですが、その前ですね、ざっくりとしたトレンド感というものをですね、皆さんにお伝えしたいなと思ってるんですが、まずはサイズ感はどうなのかというところなんですが、ここ数年ビッグシルエットという言葉がですね、だいぶ一般化してきていますが、今年はですね、それ継続してまして、やっぱりですね、タイトめの正統派のシルエットというよりはちょっとゆったりめのサイズングというところが今年も継続してですね、トレンド的かなというふうに思ってます。まあ、こういったものはですね、ユニクロのアイテムを見てるとすごくわかりやすいんですが、ユニクロってベーシックなアイテムのものが多いんですけども、その中に程よくトレンド感を混ぜ込むのが上手なんですね。ですので、ユニクロの定番的なアイテムのサイズ感を見ればですね、今年はどんなサイズがトレンドなのかがわかるんですが、まあ、どのアイテムを見てもタイトな方向に振っているのではなくて、少しだけサイズをですね、ゆったりめにしているんですね。ですので今年のトレンドというところで言うと、サイズ感はややゆったりめかなというふうに思っています。あとはカラーというところで見てみると、ここ数年ですね、やっぱり強いのがアースカラーと呼ばれるようなものなんですね。まあ、実際僕が今着ているですね、こちらのアウターもオリーブ色ですし、あとはですね、ベージュですよね。まあ、こういったベージュみたいなカラーとか、あとはブラウンみたいなカラーですね。こういったものはですね、かなりトレンドの色合いになっていまして、様々なブランドでも見かけますし、お店に行ってもですね、すごく取り扱いが多いので、こういった色合いをですね、着こなしの中に入れてあげるだけでも、だいぶトレンド感が出てくるのかなと思うので、まずはサイズ感、ゆったりめで、色合いに関してはアースカラー、このあたりが使えるとですね、冬のファッションというのはだいぶですね、楽しいかなと思うので、そちらはまずチェックをしていただければなと思っています。その上でですね、まず皆さんにお伝えしたいアイテムの一つ目なんですが、僕が着ているこちらですね。ダウンカーディガンと表現することが多いんですが、まあ、カーディガン感覚で気軽に羽織れるんですけども、素材としてはダウンを使っていて、1枚でも暖かいんですね。ただ本格的な真冬のダウンと比べると薄手なので、これをアウター感覚で使うのもいいんですが、それだけじゃなくてこの上にロング丈のコートを着て、これをインナーダウン的に使うという着こなし、これがですね、結構最近は旬になってきていまして、まあ、皆さんにもお勧めしたいアイテムかなというふうに思ってます。今僕が着ているのは今季のユニクロとホワイトマウンテニアリングのコラボレーションのダウンカーディガンなんですが、これはですね、まあ、買って非常に良かったなと思うアイテムです。
まあ、当初はですねこれ買わなかったんですが、後からですね買い足したものなんですけども、まあ、結構ですね秋ぐらいでもそんなに寒くなければアウター的にも使えますし、まあ、これからね寒くなってきた時にはレイヤーを作る意味ではですねすごく使いやすいんですね。例えば、まあ、こちらにですねユニクロのシングルブレストコートっていうものがあるんですね、まあ、いわゆるですねウールっぽく見えるようなロング丈のコートなんですけども、こういったものを上から着てあげると、まあ、十分にですねこれが保温性があって暖かいんですね。ちょっと羽織ってみたいと思います。はい、羽織ってみました。いかがでしょうか。まあ、ロングコートが結構きれいめな印象なんですが、その内側にですねこういったダウンカーディガンを使うことで程よくカジュアル感っていうのが生まれるんですね。このカジュアルときれいめのバランスというのをですね一つのコーディネートの中に作るという意味では、このダウンカーディガンめちゃくちゃ便利なんですね。あまりきれいめに振りすぎないこういったスタイル、個人的にも好きなので僕はこちらのアイテムをですね冬によく使っているんですけども、今年はですね数年前からじわりじわりと着ていましたが、さらにですね今年は人気が高まっているアイテムかなと思うので、ぜひ皆さんもトライをしていただければなというふうに思ってます。本当にですねさまざまなブランドからリリースをされていまして、まあ、もちろんユニクロにもありますし、あとはですね人気のインナーダウンのブランド体温とかもありますし、あとは先日 YouTube の中でご紹介させていただいたグリーンレベルとですねノースペースのパープルレベル、このコラボレーションのダウンカーディガン、もこれまためちゃくちゃ良くてですね、これ今一番ですね季節的には着ていますね。まあ、こういったものを結構重ね着にも使いやすくて、中ニットを着るのもいいし、あとはですねパーカーとの相性がめちゃくちゃいいんですね。襟元がすっきりしているので、割とフードのようなものでボリューム感を出してあげるのもいいかなと思うので、こういったアイテムも含めてですねぜひ皆さんにはダウンカーディガンチェックしていただければなと思っています。はい、続いて2つ目はですね、今僕が着ているようなフリースですとかボアジャケットと呼ばれるようなものなんですけども、これまたですね今季は様々なショップで見かけますね。今僕が着ているのはユニクロとホワイトマウンテニアリングのコラボレーションモデルなんですが、これですね大好きでよく着ています。まあ、今季はですねホワイトマウンテニアリングのコラボレーションで、このジップアップタイプのものとですね、あとはかぶりのフリースが発売されていますが、まあ、まさにですねトレンドを象徴するようなアイテムだからこそ旬なブランドのコラボレーションでですねこういったアイテムがリリースされているわけですね。まあ、実際ですねユニクロというと、僕らですね30代40代の大人の男性にはですねフリースのイメージってもともと強かったと思うんですね。ただかつてのユニクロのフリースのイメージってそこまでかっこいいものではなかったかなと思うんですが、あれからだいぶ時間が経ってユニクロのフリースはですね人気商品ですし、実際にですねスタイリッシュなものがたくさん出ているので、これを使わない手はないかなと思ってます。まあ、実際ですね旬なアイテムですし、着るとあったかいんですよね。ですので実用性も兼ね備えているので、ぜひですね大人の男性にも着ていただきたいなというふうに思ってます。まあ、カラーバリエーションはいろいろと豊富なんですが、まあ、個人的にはですねなるべくカジュアルなアイテムだからこそ色はですねシックにまとめた方がいいかなと思っているので、今僕が着ているようなブラックですとか、あとはですねダークグレーなんかもいいかなと思います。まあ、これはですね通常のユニクロのフリースですね。ちょっと毛足の長いフリースなんですが、これは部屋着として着ているんですけども、僕は全く同じものを2枚買いましたね。自宅用と事務所用で使ってるんですけども、まあ、本当に肌触りが良くて気持ちがいいんですね。そしてアウター的にも使えるし、中にですね着てこの上にアウターを着てもですね結構バランスが良かったですので、冬場はですね本当に寒い時はこの上にダウンなんかを着る着こなしもいいかなと思うので、こういったフリースですとかボアジャケットを使った着こなし、ぜひですね皆さんにもトライをしていただきたいなというふうに思ってます。まあ、もちろんですねユニクロで買い物をするのもいいかなと思うんですが、このあたりが強いのはアウトドアブランドなんですね。例えばパタゴニアですね。こちらはフリースなんかもすごく強くて、今季僕もですねパタゴニアのシンチラというモデルをですね購入したんですが、まあ、旬な雰囲気も漂うので、ぜひ皆さんにもですねスポーティーな雰囲気が漂うようなスウェットボアジャケットもトライをしていただければなと思っています。はい、続いて3つ目にご紹介したいトレンドアイテムなんですけども、僕が今着ているこちらのニットですね。首元に注目していただきたいんですが、丸首でもなくタートルネックでもなく、その中間的なモックネックのセーターですね。これがですねトレンドアイテムとしてここ数年じわりじわりと増えてきまして、今年ですねやっぱり見かける機会がすごく増えたかなというふうに思ってます。まあ、丸首のニット僕も大好きでいろいろと持っているんですね。まあ、僕の動画の中でもよく解説してますが、まあ、ユニクロの定番のミラノリブニット、このあたりもですね通常の丸首なんですね。
ちょっと塩なので見えづらいかもしれないですが、首元の開きがですね、ちょっと大きめなので、これはこれで春だとか秋には活躍するんですけど、冬はですね、結構ですね、首元が寒いし、もうちょっと襟が高い方が季節感が出るんですね。まあ、かといってタートルネックもですね、トレンドアイテムではあるんですが、結構人によって好き嫌いが分かれるんですね。個人的には僕はあんまり得意じゃなくて、首が高すぎるとちょっとこうチクチクしたりだとか違和感を覚えたりするので、僕はですねタートルネック買っても着なくなってしまうことが多いので、あまりですね縁がないアイテムだなと思うんですが、このあたりのモックネックであればそこまで襟が高すぎないので違和感もないですし、旬な感じも取り入れやすいのかなというふうに思ってます。まあ今僕が着てるのはですね、今季のユニクロ U のモックネックのですねセーターなんですが、これは結構ですね中肉厚でちょうどいい厚みなんですね。この上にそのままアウターを着てもいいですし、あとはですねジャケットを着ても割とバランスが良かったりするので、1枚あるとですね様々な着こなしが想定できるんですね。ですのでこういったモックネックセーターは、まあ厚みだとかあとは色を変えながらいくつか持っておくと便利かなと思ってます。僕が今着てるのはダークグレーで、他にはブラックですね。これは結構薄手のもので、ナノユニバースのものです。こちらも同じくナノユニバースのものなんですが、結構薄手のものですね。ライトグレーなんかもいいかなと思います。薄手のものだと結構ビジネスカジュアルのインナーとしても使えるかなと思うので、こういったモックネックセーターは旬な雰囲気も漂いつつ、実用性も非常に高いので、ぜひ皆さんもトライをしていただければなというふうに思っています。はい、続いて4点目のアイテムなんですが、今度はですね、真冬の重衣料として皆さんもご存知の通りダウンですね。まあ、ダウンにはですね本当にバリエーションがたくさんあって、まあ、その中にもですねちょっとしたトレンドみたいなものがあるんですが、まあ、今年ですね結構よく見るようになったのが、今着てるようなちょっとですね丈の長いダウンですね。こういったものがですねここ数年じわりじわりと旬になってきてまして、今年はより増えてる印象かなというふうに思ってます。このようなダウンの流れとしては、例えばウールリッチだとかカナダグース、このあたりでもですね結構丈の長いダウンっていうのをやっていたんですが、まあ、そのような雰囲気のダウンというのがですね各社増えてきてる印象がありまして、僕が今着てるこのグリーンレベルのですねダウンもかなり上品な雰囲気になってまして、程よい丈の長さでスタイルがよく見えるので、大人の男性にはすごく取り入れやすいトレンドアイテムかなというふうに思ってます。まあ、ダウンというアイテム自体がもともとモコモコしてますし、着丈が短いものが多いんですが、そうなるとですね結構横に広がってしまってあまりスタイルがよく見えないんですね。ですのでそのあたりに苦手意識を持っている方も少なくないかなと思うんですが、このようにお尻がですね丸々隠れるぐらいの長さがあると結構縦長の雰囲気になりますので、その点ですねスタイルもよく見えますし、大人の男性には似合いやすいのかなというふうに思ってます。そして最近のダウンではですねスポーティーなものももちろん流行ってはいるんですが、それ以外のですね割とこうマットな質感で、なおかつですねブランドロゴとかもなく、なるべくですね大人っぽく見えるような綺麗めなものも増えてるかなと思うんですね。まあ、こういったダウンであれば、もともとダウンあんまり好きじゃない方でもですね気軽にトライしやすいかなと思うので、丈が少し短めであまりモコモコしていないようなダウンというところで、ぜひ皆さんもですねチェックをしていただければなというふうに思ってます。まあ、ダウン自体はですねもちろん定番的なアイテムで、一度買えばですね数年は着れるアイテムなんですが、まあ、その中でも少しずつですねトレンドというものが変化してきているので、まあ5年ぐらいを一つの目安として新しいものに買い替えると、ちょうど古すぎない形でトレンドを更新することができるかなと思うので、ぜひ皆さんもチェックしていただければなというふうに思っています。はい、続いてラスト5点目なんですけども、今僕が着ているようなミリタリーコートみたいなものですね。これまたですね今年はさまざまなショップだとかブランドで打ち出しがあって、旬を感じるアイテムの一つかなと思ってます。まあこういったものはですね昨日今日生まれたものではなくて、もともとあるものなんですね。ややカジュアルに見えるミリタリーコートというのはあるんですが、その中でもですね僕が今着てるようなフードのついてるものだとか、あとはですねノーカラーのミリタリーコートみたいなものが特に多いなというふうに感じています。それは僕自身もこれから欲しいなと思ってるんですが、本来こういったコートって甘いですねウールのコートに比べると真冬向きというよりはですね秋とかに使えるようなものだったりするんですね。ですがこういったものをですね冬場に帰って使うことも少なくなくなってるんですね。というのもここ数年ですねレイヤードスタイルというものも一つのテーマとして上がっていまして、内側をある程度着込んでもらえば、このようなそんなに厚くないアウターでもですねある程度はですね暖かさを保つことができるんですね。
今僕はですね、一番下に白の丸首ニットを着て、その上にですね、先ほどもご紹介したようなダウンカーディガンですね、これを1枚羽織ることで結構暖かいんですね。そしてその上にこういったミリタリーコートみたいなものを着ていただければ、まあ、いつものですね、秋冬の着こなしのバリエーションが広がるかなと思うんですね。冬の着こなしって結構油断するとダウンかチェスターコートかこの2択みたいな感じになることが少なくないんですね。そこにこういった秋なんかに着れるようなアウターを着て、あとは内側はレイヤードをしてもらうことで、まあ、これをですね、冬にも活用するという流れがですね、最近は出てきているので、ぜひですね、こういったミリタリーライクなコートというところもトレンドアイテムの一つとしてチェックをしていただければなと思ってます。僕が今着ているのは以前購入したユニクロ U のもので、これ自体にはあまりですね、暖かさはないんですが、まあ、最近ではこういったミリタリーコートも中綿の入っているものなんかも増えていますので、このアウター自体にもですね、保温性があるものもあったりするので、そういったもので冬場をしのぐのもいいかなと思うので、ぜひですね、チェスターコート、ダウンだけではなくて、こういった新たな選択肢も含めて、冬のファッションを楽しんでいただければなというふうに思っています。はい、ということで今回の動画では2021年の冬にですね、トレンドを感じるアイテムを皆さんに5つご紹介させていただきました。まあ、どのアイテムもですね、結構様々なお店を巡っていると、最近は見る機会がすごく増えているんですね。まあ、このようなものがですね、中期的な視点で見て、まあ、今年のトレンドというか、この数年を通してトレンド的なものなのかなというふうに思ってますので、よかったら店頭でですね、まずは試着からしていただけるといいのかなと思ってます。まあ、この他にもですね、きっとトレンド的なアイテムって他にもたくさんあるかなと思うので、ぜひですね、こういったアイテム最近よく見ますよっていうのがありましたら、皆さんコメント欄の方で教えていただければなと思ってます。まあ、コメント欄もね、僕定期的に読んでいまして、皆さんからのですね、いろんなこうお伝えですとか、そういったものからですね、学ばせていただいているので、ぜひですね、こちらの方も気軽に使っていただければなというふうに思ってます。まあ、僕のチャンネルの中では結構ですね、ベーシックなアイテムをご紹介することが多いんですが、ただベーシックで定番的なものばっかりだと、どうしても着こなしが退屈に感じてしまうので、まあ、適度にトレンドアイテムというものをですね、混ぜてあげるとバランスがいいかなと思うんですね。まあ、今回ご紹介したアイテムなんか、まさにアクセント的には使いやすいかなと思うので、ぜひ皆さんもですね、少しずつトライをしていただければなと思っています。これからもですね、こちらのチャンネルでは大人の男性に向けて、メンズファッションの基本をなるべくわかりやすく解説したいなと思っていますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。おしゃれ初心者から中級者へステップアップしませんか？限定動画では中級者向けのアイテム、コーディネートからライフスタイルまで発信。皆さんからのご質問のほか、無料動画では語れないスタイリストの本音もお伝えします。大山俊のメンバーシップチャンネル。